はい、えー、お金を稼ぐこと、1億円を目指すこと、その根底はどこにあるのかなっていうことなんですけども、私はですね、家庭内でそれができたかどうかってこともたまに振り返ることがあります、えー。私はですね、幼い頃から母親の肩を叩いてね、で、10分でいくらっていうふうな取り決めで、家の中で稼ぐってことをしましたね。えー、それはやっぱり私はマッサージ師として歩み始めた小さな小さな第一歩だったのかもしれません。えー、そのうちに、こういうふうなね、その辺の紙に、 肩たたき券って書いて、プレゼントしたり、販売したりもしました。これはお客さんはうちの母一人だけですよね。こういうことを私はしてるんで、商売には抵抗がなかったってことです。そして父親に対してもやりました。父親は、車の洗車をいつもですね、洗車機にかけていました。えー、料金がいくらだったかわかりませんけども、当時ね、いくらだったかわかりませんけどまあ、洗車機にかけてたわけですよ。で、それをですね、今度は、 私が自分の手で洗車をするよ、ワックスが決まってよっていうのを500円で受け負ったんですよ。時間は1時間ちょっとぐらいかかったかなと思いますけども、当時、小学生の私に500円っていうのは、とんでもないね、大きな労働収入だったわけですよね。なんせ、1日10円っていうのが私の小学校の頃のお小遣いでしたから、10円っていうと1ヶ月で300円なんですよ。ね。 すごい500円って大きいのわかるじゃないですか毎週でも洗車したいなって思うくらいですよねえそして洗車のやり方も適当だとダメだこれはってお金あげられないよってなっちゃうんでしっかりやらないといけないですよねおかげさまでスキルも身につきました今は ナイトライダーね自分で毎日のように洗車してますとっても楽しいです洗車に抵抗がないんですよすごく洗車もねスムーズにやれますしどこでどのように水を使っていけばいいのかっていうことが分かりますし車を持つんだったら駐車場がいるその駐車場は水道があるのかなとか洗車できるかなってことを考えながら駐車場も選ぶようになりましたあこういうふうにですね稼ぐってことが次の稼ぐのステップになるってことも私は理解してるわけなんですよそうなんですよね 例えば何かの案件で1万円稼ぎましたっていうとその1万円を稼いだことを10回ぐらい繰り返して10万円稼ぐと10万円を稼ぐ方法というふうなノウハウの商品もできてしまうんですねそういうふうにして稼げるもの稼げたもの自分の経験したもの失敗したもの全てを商品化して提供することができるってことは私の中に内在されていましたでもその商品を作る方法がずっとなかったんですよねいつ商品ができるようになったかっていうとインターネットの時代です インターネットっていうものは私はこの動画とかねブログっていうものを通じてブログには写真を貼ったりとかねして商品化したんですけども動画っていうのはこうやってしゃべるだけとか何か作業してるところを録画するだけでそれが商品教材になるわけですよねですから私はね情報教材という言い方がものすごく好きでその情報教材をたくさん作るメーカーだというふうに感じてるんですよ でメーカープラス、私はこうやってインフルエンスできますんで、動画を通じてセールスをするってことをね、えーまあ、2013年から繰り返してきたということですね。まあ、その活動が2017年まで続いて、おかげさまで2018年、2019年は投資の配当と利回りだけでやっていけるようになったんで、ビジネスをやめたかなってことですよね、えー。これがね、私が 1, 万1億円を稼ぐための、まあ、何ですかね、ステージだったかなと。 道のりだったかなと思いますちなみに最初の1億円が作れたのは2013年から2015年のこの3年間でございます。それを記念して私は広島銀行の最上階に自分の事務所を置いたということがありますよね。そんなこともね、ずっと動画で記録して多くの方を招いて承認を作り続けてきたということで、まあ一歩一歩ね、何か自分の行動するときには客観的な証拠、動画ですよね。そして客観的な承認、えー、自分たちのところに来てくれるお客様ですよね。そういった方を通じて、 作られてきたのが、即果塾の2019年ということになるかなと思います。えー、いろんな形でね、私もこういろんなことをやってきましたけども、うん、一つ一つ、うん、まあ、できればね、こうやって確実にミートできるように当たるようにやってきたかなってことですよね。まあ、ただ、当たるようにやってきたけども、当たらないこともありましたし、当たらないことの方が多かったです。まあ、ですんで、うん、まあね、やみにやればいいと思うんではないんですけども、でも、闇雲に、うん、やらないと、やらないよりはましかなということころですね。 ここをね、やっぱり勘違いしないでほしいんですよ。闇雲にやった方が何もやらない方がマシっていうのを、闇雲にやるのをずーっと続けて凡事って言ってたと思いましたけども、工夫が入らないんだったら、それはね、やらないのと非常に近い闇雲にやるっていうことなんですよ。やるとやらないには大きな差がありますよ。でも、ほとんどやったとも言えないやるっていう行動が何にも考えずに、何の改善もせずにずーっと継続してるっていうことなんですよね。これはね、 コストパフォーマンスが悪いなと思います。まあそのあたりはね、また別の機会にお話ししましょう。それでは、今回は以上でございます。失礼します。